この番組はスーパードクターに扮した織茂社長がレバンガ北海道を B リーグ屈指の人気強豪クラブにするために選手スタッフを診察、視聴者の皆さんと一緒にレバンガの健やかなる成長を願う番組です。題してドクター織茂のレバンガホスピタル。前回までのおさらい。おかげさまで放送5年目に突入したレバホス、番組最多出演の桜井亮太 GM を迎えてレバホスのさらなる発展のために企画会議、ドクターの体当たり企画がぴったりという話でまとまり、北海道マラソンへのリベンジに燃えています。今もうまだ走ってないですよね。まだ走ってない練習、うん、もう始めなきゃダメですよ絶対。いやもう雪降るからもうそんなこと言っちゃダメなんですってこの1年、うん、次の北海道マラソンに向けて今から少しずつ走る癖をつけとかないと、うん、いや大丈夫、そういう癖はすぐつくから、すぐもう雪が降ったら走れなくなるから、やっても一緒、うんうん、走るなら、うん、レバホスに密着しますって。密着しますよ。密着してよ。わかりました。桜井 GM から、うん、ドクター体当たり企画とか何か挑戦したらいいんじゃないですかって言ったじゃないですか、うんうん、だから来年の北海道マラソンに向けた過程として、うん、助走としていい、ね、それでマラソン得意な人だったり呼んでアドバイスをもらって、そこに向けて準備の会を作ったりとか、そうそういう強制的にやらせないと絶対やらないですからということですね。 そうす、はい、そこで体当たりをして挑戦していただいて、はい、来年の北海道マラソンで集大成を迎えるって、これどうですか。いやいいですね。企画で、じゃあ番組で、ね、もう走れる感想なんていうのは前提だから、もう走れること感想前提、まあ、例えば4時間切るとかねえ大丈夫。いやもうマジでやめた方がいい、うん、いや僕の理想としては、うん、その応援して小野さん頑張ってとか、小野さんが走りながら、うん、みんな頑張ってくださいって言いながらこうさっそうと走っていくのを見たいんですよ。あんなもう僕だってね、応援立ってたところなんて、あれ開始何キロですか駅前通り、もう街中でしもうなんかもう顔半分なんかもうこうみたいな顔で、あんなの見たくなかったんですよ。いやもうだってうちのスタッフにバッテンなしだから、もう 2,3 キロで、うん、でも話し合ってよかったですね。織茂さん の、 うん、チャレンジ企画も、うん、そうそうそう、もうこのレバホスでやって強制的にトレーニングを、そうですね、やらせるしかないです、うん、よかったよかった、はい、ということでこの1年間の目標ができましたね織茂さん。いやもうそうだね、うん、まあ、目標っていうか、まあ俺にしてはもう簡単な目標だよねそんなのいやでも北海道マラソン走りたくても走れない人もいるんですよ。そうですよドクター、それをあんな無様な使い方して一人の枠を、ね、まあそうだね、もっと責任感じなきゃいけない、まあ、そうですよ、そこは責任を感じなきゃいけないけど、うん、マラソンっていう競技は本当に得意だったから、ちょっとね舐めてた部分は大いにあるね。ここは放送しなくていいですけど、うん、昔その聞いたんですよ。この後はドクターのマラソン伝説。あ、もうここに目が開くんですよ、第3の蛇眼が開くんですよもうそれ開いたら無敵なんですよね。無敵、もういくらでも走れないですよ。もう本当に昔その聞いたんですよ、埼玉栄高校が、はいはい、めっちゃ速いんですよね、もう駅伝とか速すぎて陸上から誘いが来たんですよ。そで、その時に高校生の時にそのマラソンとか走ってたら、途中でここに目が開くって言い出したんですよ。どういうこと。あのなんていうの、なんとか範囲になるの、ランナーズハイ、ランナーズハイになるの、はい、本当に。なんかもうここに目が開くんですよ、第3の。すごいきついんだけど、蛇眼が開くんですよ。すごいきついんだけど、もう途中からやってますよ、もう本当に息も乱れないし、なんか体が軽くなって突然もうなんかこう。だからそれを経験してるさ、それから開いたことは一度もないんだよ。もう一回開かせましょう。いやもう開かない。北海道マラソン。開かない。それ開いたのが高校3年生の時だから。うん、はい、だからもうもうそれ開いたら無敵なんですよね。無敵。もういくらでも使って、もういくらでも走れないですよ。もう本当に。それが開くのかなって僕はちょっと期待してたんですよ。もう開きもしなかった、ね。僕はまだ駅前通り見た時はまだ開いてないなと思ったんですけど。もう全く開かなかったね。なるほどね。だからあれはね、肺の病気とか関係ないね。肺とかじゃない、もう足がきついから。
もうそもそも多分足が動いてないから肺がきつくなるところまで体を動かせてないってことですよね、うん、そうだから初めの2キロはこっちがもうアウトよ、その速いペースにいったから頑張って心肺機能がね、だけど最後はもうこっちじゃなくて、そりゃそうだよ、だってもう歩いてるぐらい歩いてんだから、だって歩いてたら心臓が来ないじゃない、うん、足がもう出てかない、なるほどなるほどじゃないんですよなるほどじゃないんですよ でも、うん、ドクター、あのその1年間頑張ったら絶対好感度上がりますって、うん、ファンブースターの皆さん胸打たれますって、いや本当に、いやこれ本当ですよね、うん、まあそうかもしれないですけど、うん、こんないや好感度上げるためにとか言って走ってるやつ見てみんな感動しないですよ、あんま言わない方がいいです、いやそうだね、俺が好感度の話をするたびにこの番組で好感度上がらず下がってきたからね、いやでも良かったです、じゃあこれから1年間あの番組と一緒に頑張っていきましょう、ドクター、いや頑張っていくし、はい、増田明美さん呼んでくれますよね、ま、前、今度ね、そうですね、はい、そうなったらそしたら河合隆二が100キロ走って、まあ100キロ走ってきましたって言ったら、俺1000キロ走ってきましたって言おうかなと思ってだからそういうこと言ったらマジブチ切れられます口聞いてくれなくなりますよ本当に、そう1000キロって言ったら何て言ってくれっかなと思って、小野さんやりましたね、これいけますよって言ってくれるのかなみたいな、今回は1000キロ走ってきましたって言えばちょっと小野さん、でもどっかから絶対話ありますから、いや走ってないですよあの人ってそうなった時のもういやだから密着するんだったらこのね測っといて1000キロ走ったみたいな、ちゃんと記録も取っとこうよ、うん、モータも一緒に走ればいいじゃん、モータ走れるじゃん絶対いやまあちょっとそれはねまた別の話ということでいや競いがいないとねやっぱり、うん、まあ、分かりました分かりました、ちょっとやりましょう、うんうん、はい、ということで、ね、この番組の目標もできたところでですね、はい、そろそろですね、うん、オープニングタイトルを変えませんかというのあれの提案がありました、変えた、あれは絶対俺もね思った、あれは変えた方がいいドクターよりもあれちょっと変だよね、新オープニングタイトルをお楽しみに、チャンネル登録はこちら。